法師が言っていた橋。鳴き声がする。どこだ。犯人を見たのか。知り人でした。古賀康平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか。忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。爪の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか。幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。撃ってこい。シサンドラ出して、サムライ。ゴール。サムライゾーブサンペジプセケクリッ。
古賀の姿はどこにも見つかりません。古賀康平という者を追っておる。さっきまで矢倉におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。矢倉を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。は何をしておった。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い歯をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。影、
少し疲れた。
賀はここの葉を集めたのか。あれか、白い葉、稲妻で色が抜けたかのようだ。よし、いい子だ。このうめき声だ。Сотерс митин сэрэм степа. Ахан учиво, ухтин полосно. Тендвен, арчи! Я!
犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。甲賀に得得させるわけにはいかぬ。
誰かが切り倒して渡ったようだ。古賀が連れてきた猛虎だ。ネギュンベン。あれが試合場に違いない。古賀は何をしておった。いつからあるのだろうな。足跡が新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に紫殿一戦を授かったぞ。その身で受けよう。
分とのろまだな。それは違う。この場で見極めておる。のみでは俺には勝てぬ。かような才もがあろうか。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。
極宝を見、土見て浮かぶ落ち足に、戦についえ裏がれるかな。石川先生が生きておいでなら手を貸してくださる。血を抜け！こちらの精鋭を出せ。
おい、宇道くん。
보고 제유학사 약치토스테 Perdiu! Colar em pé! ふぬけばかりか。
Yeah.